海南省は、中華人民共和国最南部の省。海南島と付属の当初からなる。省とは、海口市。海南島のビーチホテーリー族目王族自治県の山岳地帯中国関東省が南周半島の南に位置する海南島と、南シナ海の西佐諸島、南佐諸島、中佐諸島からなる。海南島以外の所属については、近隣諸国との領土問題がある。 西は、トンキン湾を隔てて、ベトナムとなる。海南島の北部は亜熱帯、南部は熱帯に属し、バナナ、ココヤシ、コショウなどの熱帯作物の栽培が盛んである。熱帯に属する三足周辺の海岸は、年中海水浴に適した気候であり、俗に中国のハワイとも言われ、海浜リゾートを中心とした観光業が盛んである。警戒市にある、 リゾート地ボアオでは2001年以降、毎年ボアオアジアフォーラムが開催されている。古くから玉けと呼ばれ、三国、呉の時代に玉け軍が成立した。東大の李徳雄、宋大の素食などが流刑に処され、東大の748年には岩人が漂着した。1930年代、国際情勢が変動している中で、日本海軍は、 英国の適性を優先に考慮し始め、陸軍や外務省の対英協調論を一周し、必要なまでに海南島占領を実現し、対英戦の準備を整えた。占領中、ビルマ独立のシシアウンさんらの軍事訓練がこの島で行われた。戦後に第二次国境内戦が起きると、中華民国の国民党政権は1949年4月に、 海南特別行政区を設置して内戦の反撃拠点とし、同年10月の新中国成立時点でもまだ海南島を占有していた。そのため、中国人民解放軍は1950年3月から海南島の制圧作戦を開始し、同年5月1日に海南島全域を占領して事実上国境内戦を終結させた。1988年までは、 関東省の海南行政区となっていたが、海南東並びにその周辺諸島が分離し、新たに海南省となる。同時に省全域が経済特区に指定された。この経済特区は中国最大の面積を有している。以後、中国各地から移住が相次ぎ輸出加工地区として発展した。最近は観光業にも力を入れ、中国各地からの観光客のほか 国外からの観光客も訪れる。海南島の地形図4つの地球史のほか、15カ所の直轄研究行政区がある。サンアのビーチサイドホリデーリゾート、海南料理会口周栄港ナムン会場、観音製造館民族が大部分を占めるが、リー族が117.2万人、ミャオ族が6.1万人、チワン族が5万人、海族が8372人と続く。 貧南語の一種である海南語を話す。この他に、関東語の一種である終話、進む話、甘屋話と、八下語、北方方言に属する群話などの中国語の方言も話されている。台語系のリー語、オンベ語、モー語、他に、ミャオ語、チワン語、海輝き語の話者も少なくない。海南東事件2001年4月1日。 海南東周辺上空で、米海軍 EP-3 遺伝子偵察機が、中国軍の戦撃8通戦闘機と空中接触し、中国軍機は墜落、米軍機は救助信号を発して、海南東の飛行場に緊急着陸した。海水中国名中期の政治家、時の火星ミカドに対して激しい直感を行い、投獄されたが後に釈放された。 精錬潔白な官僚として評価を得ている人物である。超運一中国人民解放軍の大将。一級八十一勲章。一級独立自由勲章。及び一級解放勲章を受勲している。終始定中国人民解放軍の上将、中華人民共和国建国後は中国人民解放軍防空部隊司令員。中国人民解放軍訓練総幹部。 副部長兼外軍訓練部部長を歴任した。ありがとうございます。